日本習字7月号幼児課題。はい、筆はいつものように姿勢等法ですね。4本の指を筆に対して直角にまっすぐ立てるように持ちます。もう、はい、姿勢始まりですね。打ち込みをしっかり。ぎゅっ。すーすー。そしてここは少し下がりますね。軽く押さえて跳ねて続ける感じで、ぎゅっ。すぐ斜めですね。手首じゃなくてこう体で引いていく感じですよ。ギュッスー、ギュッと押さえて少し早く一旦止めてスー。はい、お名前書いて。鉛筆の打ち方でなるべく短く持ってください。はい、ゆっくり丁寧に6サイズ書きますね。自分の球を描きます。はい、ご自分の名前を描きますが、一文字分ぐらい少し開けましょうね。はい、幼児課題でした。